ここもセルライトができやすいところなんですよね。あの取れる取れないの前に柔らかくすることが大事。硬いと流れてくれないし燃焼してくれないし、で流れてるといい状態であると筋トレもうまくいくし、いらないものも燃焼するのが早いです。下強くなくていいのでゆっくりですよ、ゆっくり。そう、指の関節が全部ちゃんとこう滞りなく動くように確認するような感じです。何ですかこれ、上半身の回だからこんな丁寧にできるんですよ。ここの部分が使ってても凝ってるし、で使ってなかったらプツプツ言うし、結構ね、あの誰でもやった方がいい。で右の肩甲骨をこう撫でるように、上から撫でるようにしていきます。と最初は肩甲骨がほぐれてるんですけど、肩のあたりに行くとこのもう一個の出っ張りの端っこが肩の後ろ側の筋肉も刺激してくれるって、腕の方までできる。背骨の真ん中のパーツもほぐれるんです。だからすごい肩甲骨をほぐすことが大切なんです。肩甲骨の上側なんですけど、海外だと肩こりのことを僧帽筋上部の筋肉痛っていうくらい、この辺が張ってることっていうのは肩こりのにつながってきちゃうんですね。ここね、赤くなりやすいので、あのもし今からデートっていう人はちょっと赤くなっちゃうから気をつけてください。のは私たちにとってすごい大事なところなんですよね。首、頭が1ミリでも前に出たりするだけで首への負担って全然変わってきちゃうんですよ。で特にこのストレートネックの人もすごい多いので、首の骨っていうのは本当はこう前にカーブして頭を後ろにないといけないんだけど、これが待って前にこうストレートになっちゃう人っていうのがいるんですよね。でこの辺をほぐか、突っ張ってるからストレートになっちゃうってこともあるんですよ。そう、スティックを、そうすると寝湯って入ったことあります温泉よくね、こうなんか丸太の木みたいなのにこうやって頭乗せてね、横になる温泉あるんですけど、なかったかもしれないのでちょっとこれをしていきます。上まで、反対もいきますね。これウエストのくびれができるところですね。結構気持ちいいですね。で下っ腹とこの辺とは全然また感覚が違うと思うんですけど、おへそ周りすごいやってみてください。ラーメンでこうやってこうやってっていうのをやってますこれ柔らかくなってくるんですよ。でも、まあ、もちろん私もよく食べるしよく飲むし、なんか全然節制してないんだけど、ちょっと食べる量が減っちゃった時、ああ脂肪がほら燃焼するわけじゃない、こっから行ってくれたかもっていう時がある。わかる？いや、だから別に痩せようなんて思ってなくていいんですけど、柔らかくしとけば落ちるから、落ちようとする準備しといてくれてるから、それもいいんですよ。下がってしまうっていうことがなかったその前だとしても、表情でそういう風に見えちゃうこともあるんですよね。じゃあやろう、こう持ち上げます。それもちょっとこうね、引っ張ってあげるといいかも。